ジャック・デイビッド・ローはイギリスの飛び込み競技の選手。板飛び込みが専門であり、ローは板飛び込みの個人種目とクリストファー・ミアーズをパートナーにシンクロ競技に参加している。ローとミアーズは2016年リオデジャネイロオリンピックで3メートル板飛び込みシンクロでイギリスの飛び込み競技史上最初の金メダリストになった。 一週間後、ローは3メートル板飛び込み個人で銀メダルを獲得した。イギリスの飛込み競技において同じオリンピック競技会で複数の種目でメダルを獲得したのはローが初めてである。ローはコモンウェルスゲームズにおいてはイングランド代表の選手として2014年グラスゴー大会で2つの種目で金メダルを獲得している。 また2015年世界水泳選手権火山大会で、イギリスの飛び込み種目において、最初の金メダリストになっている。2015年の WFINA ダイビングワールドシリーズでは3メートル板飛び込みのタイトルを獲得している。ローは1995年1月30日に、イギリス、ノースヨークシャー州ハロゲートに、デイビッド、ジャッキー夫妻の間に生まれた。 ノースヨークシャー州リポンのリポングラマースクールと男女共学の修立グラマースクールで学んだ。ローは家族でハロゲートスイミングプールを訪れた7歳の時にライフガードが彼にダイビングのレッスンを受けさせた時にこの競技に関心を持った。ローはハイドロのハロゲートディストリクトダイビングクラブで飛べ込みを学び始めた。ローが14歳の時に トランポリン競技会で上腕を負傷してから、ロウの上腕骨には金属板が埋め込まれている。なお、ロウはツイッターで自分の名字でイーファーの発音を、ロウですと述べている。2016年のリオデジャネイロオリンピックでのミアーズ。ロウは2010年のヨーロピアンジュニアチャンピオンシップスと2010年のワールドジュニアチャンピオンシップスで、それぞれ1メートル飛びと飛び込み。 3メートル飛びた飛び込みのタイトルを獲得している。2010年9月、ローはアメリカ・アリゾナ州ソ村でのワールドジュニアチャンピオンシップスに参加し、1メートル飛びた飛び込みと3メートル飛びた飛び込みの両種目で金メダルを獲得した。その年の10月、ローは2010年コモンウェルスゲームズのイングランド代表に選ばれ、そこで シンクロ競技では、オリバー・ディング・レイをパートナーとして迎え入れた。グレック・ルガニスは、ローのダイビングを印象に残ったものとしてを、レポートしていた。2012年、ローは2012年ロンドンオリンピックイギリス、選手団に選ばれた。同年8月6日、ローは、男子3メートル板飛び込みに参加したが、準決勝進出はならなかった。2012年10月、ローは、 オーストラリアのアデレードで男子3メートル板飛び込みでジュニアワールドチャンピオンに再び輝いた。またトム・デイリーと共に3メートル板飛び込みシンクロでも優勝した。2013年10月、ローは VX スポーツのアンバサダーになった。2014年7月、上海でのワールドカップで銅メダルを獲得した。その直後のコモンウェルスゲームズでローは1メートル飛び板飛び込みで、 金メダルを、さらにクリス・ミアーズと望んだ3メートル板、飛び込みシンクロでも、金メダルを獲得している。ロシアの火山での世界水泳選手権では3メートル板、飛び込みシンクロと3メートル板飛び込み個人で、銅メダルを獲得し、ローは同一の大会で2種目のメダルを獲得した、イギリス最初の飛込み競技選手となった。そして、リオデジャネイロオリンピックイギリス選手団にも選ばれた。 リオデジャネイロオリンピックで、ローとミアーズのペアは、男子3メートル板飛び込みシンクロで、初めて金メダルを獲得した。また、ローはまた3メートル板飛び込み個人でも、銀メダルを獲得している。レイファーイズカレントリーデイティング、ジェシカ・オーティーヒーシェアーズ、A フラットウィズダイビングパートナークリス・ミアーズ・イン・リーズ、レイファー、however said that he would be comfortable as one. オープンリー・ゲイ・ダイバー・イン・アン、インタビュー・ウィズ・ゲイ・タイムズ・イン・2013、レイ・ファー・セット、イエイ・ディフィニトリー、エニー・スポーツ・ユー・シュットビー・エーブル・ズビー・オープンリー・ゲイ、イン、アイ・ハブ・クワイト、エイ・ヒュー・ゲイ・フレンズ、ジャスト・フロム・スクール・アンド・ピープル・アイ、ブ・イ・メット・スルー・ダイビング・アンド・マイ・ジャーニー、エブリワン・シュットフィール・コンフォータブル・ツー・ビー・ゲイ・アンド・ビー、フー・フー・ゼー・アレ。ありがとうございます。